こちら博報堂エリのブースに来ております。プロデューサーの林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらどういった展示内容でしょうか。はい、このですね、エリについているこのアクセサリーのような金具が、我々が開発しているものなんですけれども、洋服のエリにつけて、つけるマイク型のデバイスになっていて、これをつけることによってですね、日常の日本語会話をすべて録音して、最後にそれをですね、解析して英会話のレッスンを生成して提供するというようなサービスになっております。はい、なかなか普段英語の勉強しようとして参考書を買ってくると、全然使わない例文がたくさんあるなということで、勉強のモチベーションにつながりにくくなることが多かったんですけれども、自分たちが普段話している日本語をそのまま、英語で勉強し直せるようになったら、もっともっと、勉強が楽しくなるんじゃないかというところで、開発をしております。はい、はい、そしてこちらには実物のエリとスマホがありますが、はい、今簡単にですね、途中段階のものを体験いただけるようになっていますので、早速、デモをさせていただきたいと思います。襟につけて、録音をしますというもので、録音を開始しますと、こちらのマイクの方にですね、今私が話している会話が、自動で録音されて解析が始まっています。例えば今日はあいにくの激しい雨なんですけれども、たくさんの方にお越しいただいて、非常に、熱気あふれる会場になっているなというのを実感しています。そんなこんな会話もですね、ただいま録音されて、解析が進んでいます。今30秒ほど話をしてみたんですけれども、そうですよね、はい、結構長くても大丈夫なんですか。はい、そうですね、最終的にはもう1日の会話すべて録音をした状態に、しようとしていて、今あくまで体験版ということで短めの文章となっているんですけれども、この UI っていうんですか、はい、シンプルでおしゃれですね。 ありがとうございます。出ました。はい、このような形で、先ほど、申し上げたようなことが、テキスト化もかなり精度高いですね。おります。はい、で、これをもとにですね、レッスンが参ります。このような会話形式で始まっていきます。 I'm fine. I'm happy to hear that. Today, I want you to experience a sample English lesson with me. Here are the words I've heard from you.そして、先ほどですね、話した内容が今単語レベルに分析をされていて、この中から、今日一番自分が勉強したいテーマの単語を選んでいくというような形になっています。例えば、先ほど雨の話をしましたので、今日レインという、単語を選択しました。You chose rain as the word of the day. ここから、レインに関する単語の勉強と、例文の勉強が始まっていきます。 OK Let's get started. Now, look at the screen. Here's the meaning of the word rain. そして、まず、このようにですね。Rain. ちょっと私、英語が非常に苦手なので。Rain. Good. One more time. Rain. Rain.厳しいコメントをですね、いただきながらも頑張って、やっていこうというような感じですね。そしてここから例文の勉強が始まっていきます。 OK Good. Let's get going. Here's a sample sentence. お、簡単な例文ができましたね。おお、こんな感じでマンツーマンのように、はい、そうですね、一緒にエリと英会話レッスンができるんですね。というような形になっています。で、毎日自分が話した日本語から英会話の勉強が続いていくので、これを繰り返しながら、英語をどんどん好きになっていただいて、喋るようになっていただきたいなと思っております。ちなみにこれはリリースされてるんでしょうか。今製品化に向けてですね、開発を進めておりますので、はい、近いうちにですね、皆さんをお手元にお届けできるようにしていきたいなと思っています。欲しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。